そのひよこ鑑定士のあなたが私に一体何の用でしょうか。実は僕命を狙われているみたいなんです。狙われる心当たりはあるんですか。いえありません。だからまずはそこから調べていただきたく。危ない。ネクストコナン狙われたひよこ鑑定士。一つ一つが僕がそばにいることで叶うなら、マンダラじゃないだろうな、だそうで言って、一人の世界。